はい、おぼっちゃんです。おはようございます。6月19日サンデー、時刻は9時16分となっております。皆様いかがお過ごしでしょうか。いや、いい天気になりましたね、今日は。まあでも、なんかね、岐阜は30度超えの予想ですね。まあ、下界はですけど久しぶりの休みだわ、なんか休みにしただけだね。まあ、ぶっちゃけやることはあるんだけど、たまにはね、やっぱちょっと別のことをしなあかんわ。切り替えも大事、ってことでね、今日はですね、まあ意思関係って言っちゃえば意思関係なんだけど、今日はね、化石ですね。まあ、あまり化石自体にはそこまで興味はないんだけど、まあ化石も石の一部だからね、言ってしまえば、まあ水並みに化石博物館ってのがあるんですよ。で、まあそこでね、展示物とかあるんだけど、まあ河原に行って、まあ、化石発掘体験も一応できるんですね。なのでまあその、まあ、今更だけど道具の使い方とかさ、まあ石あんまり割ることないからさ、まあその辺のちょっとね、若干のスキル向上を狙いつつ、あとお子様もね結構いるんで、まあ子供も楽しめるかなってことで、まあ今日はね、石クラブの体験日でございます。まあ時川までね降りるようなので、まあ化石以外にも普通の石とかねがあればですけどね、まあ、ついでに見ようかなって感じです。はい、まあ、最近はね相変わらず五十肩がね、ひどいです。まあ、五十肩なのか、まあ多分これ筋だね。首から肩にかけてのこの筋がね、なんともかんとも。まあでも地道にねコツコツ筋トレはやっております。壊さない程度にバーベル欲しいな。まあ今はね重りをこうネジ回して外して変えるダンベル使ってますけど、まあやっぱまあしょうがないね、家でやるにはもうあれしかないね。ただまあかったるいよね、最初はいいけどね。筋トレやっていくうちにもうさ、重り変えるのもめんどくさくなってくるよね。ってことを考えるとやっぱりジムに行ってもうダンベルね、キロ単位でさ、ずらっと並んでるやつを多分使う方がいいんだろうね。まあ、ヤフオクはね、見てますけどね、あんなセット高いからね、ちょっと。で、まあその化石博物館に行った後は、まあなんだろうな、そういうなんかね、博物館とか美術館とかあるエリアなんですね。まあ公園というかなんかその、うん、でその中に地下壕
まあ、化石の地下壕ってのがあって、なんかね似たような地下のその設備というかがもあるんだけど、それはなんかもう閉鎖しちゃったみたいな感じなんだけどね、まあ、洞窟の方はまだ残ってるんじゃないかとよくわかんない情報がねちょっとねいろいろ調べたんだけど、どっちがどっちなのかよくわかんない両方飛んでるみたいな、ね、感じなんでよくわかんないんだけど、まあ行ってみて、ダメだったらダメですね。いや暑そうだな今日は。まあ大気の状態がねちょっと不安定で、午後山沿いはねよくあるあの落雷、急な雨とか、あの辺が発生するかもしれませんけど、久しぶりの休みをねちょっと楽しんでいきましょうということで、またお会いしましょう。さよなら。